港のカモメン聞いたらここだって寒いサンちゃん俳優さんま最高の演技と言われる名シーンが。もう敵が上陸してこれから戦場へと向かう子供から衣装を手渡された父さんまは家族にこう語りかける。靖国神社に行くつもりです。私が言いたいのは一つだけです。みんな。生きてください。お国のために死のうなんて思わないでください。何を言ってるんですか、お父さん。そうです。非国民みたいなこと言わないでください。だから死んだらダメなんですよ。死んだらダメなんですよ。いいシーンだね。このドラマは最高視聴率 32.2% を叩き出し、この年の文化庁芸術祭テレビ部門大賞など数々の賞を受賞した。私にはできません。私はこんなことをするために生まれてきたんじゃないんですよ。みんな以上、明石家さんまと TBS が歩んだ歴史でした。あれなんてお前オンエアせえんつもりだな、あんたら数はボケ何をテーブルも片付けよ、もう絶対片付けたぞ今から。これが続くわけだ。そうです、この先に宝がある。
俺あんまりできないって仕事で言ったことないんですけど、できないって今回言っていいですか。いや、お前あんな過酷なロケやってきてこれはしんどいか。これ結構あの精神的にきません？来る、意外と来る。精神的に来る。あの暗いし水の中見えないから、うん、恐怖心が精神を疲れさせるね。すごい来る。おー、もう少し先に進みましょう。来る。おおか、俺たちを痛けて置いていくなよ。これ立てないって辛いな。ああ、これ折ったら怒られんだろ。これで。そうです。そうだよね、これ一本何万年だもんね。何万年おるわけやからな。ライフレスって。うわ、おいおいおい、これ。うわ、ちょっとちっちゃいぞその穴。どんな穴や。それじゃあおい。どうすんの、これ。いけんのこれ。これを行きます。これを行く。はい、どういう風に行くね。もう水面に口と鼻をちゃんとスーハースーハース。出して言うたらお前。ハイエーみたいに行くのかこれ。そうです、ハイエーみたいな感じです。やっぱりや。はい、後ろ見えへんの。またそして、この先だいたい5メートルぐらいあります。え、このまま。このまま5メートルあります。ねえ、ちょっと本当これある意味一番生命の危機がある三択ですよ。ほんまや。今回俺も大概マラヤとか登ってきたけど、いろいろやってきたけど、ブルーインパルス登ったけど、うん、息は吸えたからね。じゃあですね、こんな風にして、おはい、横泳ぎみたいな。そうです、こういう感じでハイエーって今浅間さんおっしゃってましたけど、こんな感じでいきますね。横ハイエーか、斜めハイエーや。そうです、斜めハイエー。木村お前腰形泳法みたいな感じ。おー、腰形泳法やな。こんな感じでいきます。あらあら、ちょっと料理運べちゃうやあの人。行っちゃったよ。あれ行っちゃった。またね、スピード速いんですよあの人。うわ長い長い。いや5メートルで長いよ。いやこれ長い。木村さん、やばい、これ長い。あのね、ここに来て初めて分かります。何をや。長いです。じゃあ分かってるんだよ、長いって何回言うねんお前。ちょっと待って、怖え。お前こういうことっすよね。そういうことや。これ一人で行くときっといいポジションで待ってるんだね。あのいいポジション。日本人のことわざいる。あ、なかったら入りたいってうせえよな。こんなもん入らないよな。あ、なるほど。はよ行け。いい。うわ、行け。行ったか。はい、来てください。うわー、つけ。お、ちょ、変な声出すな、お前は。お前の声で俺が怖くなんねえから。後のことも考えてくれ。おお。うわー、なんか俺もう一回生まれた感じがする。何がや。痛い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 。これでええねんな。おい、前見えへんぞ。おい痛い。おい、スタッフが俺の足を触ると気持ち悪い。お前誰、こんなとこにいたのか。お前さ、アホかお前ら。あ、このままでいいのか。こんなとこにカメラ、もう大丈夫。これもこのまま行ったらいいのか。見えへんやないかい。見えへんやないかい。この先は大丈夫か。これでそこでこっち向いてください。向けんの。向ける。何をすんねんお前ら。メットのランプが提灯あんこみたいに下照らしてましたけど、前ですよ照らすの。そこどうなってんの。真下照らしてますよ。ここですよ。こんなの照明なんかいらんもん。あの、おほか、水飲んでも大丈夫やな。大丈夫です。俺、二口飲んでしもたけど大丈夫やな。二口までは大丈夫です。二口までは大丈夫です。三口飲まないようにする。すごい。でも心なしかほら水が澄んでる。あ、ほんまやほんまや。流れが急なんじゃないですかここ。うわすごい。あ、これはすごい。これすげえ。うわ激しい。なんでこんな穴ができたんだろう。でもいやーすごいよな。そろそろですね。何や、お疲れな感じはしてるので。ああ
何がこの先何したいの今何したの何もしてない座ったらそのままするぞ何が休憩するよ、はい、休憩しましょう休憩させていただいたありがたいけどここで何をしていただけるの、ここに今ラーメンを持ってるんですねいつもこんなことして毒の中で食べることあんのやっぱり1日とか2日とか入ってる時はこういった食料を持って入って中で作って食べる。それはなんで2日も泊まるんですか。出口に戻るの面倒くさいですよねさっきにお湯、水入れていただいた方がありがたいですね。あ、そうですね。え？え？めんどくさいから先にもう麺入れるみたいな。あ、割と大岡さんめんどくさがり屋なんですよ。雑なんですね。神経質そうに見えてね。そうしか雑しかこんなことできんよね。こんなとこに2日ここで寝泊まりしようかという気にならんで、出んのが邪魔くさいってわけわからへん。ここで泊まってる時何話すんですか。あ、このお姉ちゃんキャバクラのお姉ちゃんええのおんねんとか。ああ、そこの洞窟に行ったとか、あそこの洞窟のあの巨大な少年席が良かったとか。穴の中でも穴の話しかしないってことですか。そうですね。ああ。そういうものはそういうものは水で洗ったりしないんですか。あんた家のこととか何にもできんやろなあ。そういう人や。いただきます。いただきます。いただきます。意外となんかこうあったりする、うん、稀に見るまずさこのラーメンをこんなにまずく作る人初めて。多分あれ。どうですかね。いや、美味しくないって言ってるやん。どうですかって美味しくないって言ってる。なんか自分はこれぐらいが。なあ、もうじゃあ味に興味ないねんて。料理も作らへんし。なんかお互いを知ることができますね。でも洞窟に来ると。あ、ちょこちょこといろんな場所にいいことをおっしゃいますね。まあ後でぶっ飛ばすからね。まあ後でお前本当の大岡さばきするから。